はいどうも。今回は、新しく受験生となった皆様に、受験のね、合格率、これを上げる一つの方法、これをお伝えします。これはね、僕が英検1級の二次試験に合格した時にやった方法です。英検1級って、一次試験と二次試験があるんですけれど、で、二次試験、すなわち、スピーキングの試験ね。これがめちゃくちゃ苦手で、僕、9回落ちたことがあります。10回目に合格したんですけれど、それまでね、そんな点数がじわじわ上がるとかじゃなくて、やっぱり上がったり下がったりしてたんですよ。じゃあ、9回目、落ち続けた9回目までになくて、受かった10回目で存在した、マインドというか、それは何か考えたんですね。そうすると、試験の上に立つ。これが効果的なんじゃないかと、僕は思いつきました。これね、もともとは、高学歴芸人で知られている、京大卒のね、ロザン宇治原さんの勉強法なんです。つまり、問題をいつまでも解いてもらえると思うなよって考えていたらしいです。どうも、宇治原さん的には、京大の法学部って、数学はね、そんなに配点が高くないと。だから、彼が言うには、5問中2問、解けばいいと。だから、この問題は解ける。この問題は解かなくていい。みたいな、そういう分別をする必要もあると。で、そのためにね、試験の上に立つっていうことを考えついたらしいんですけれど、これ、僕がやってみて思ったのは、試験の上に立つことで、宇治原さんみたいにね、問題全体、これを俯瞰することができるんです。あとこれは前の動画でも言いましたけれど、勝負ではなくって、試合をすることができるんですね。すなわち、この問題が解けるかというよりも、試験に、合格できるかどうか、これを考えるようになると。すなわち、総合点で何割取ればいいっていうのを考えて、で、それ逆に言うと、何点落としていい。そうすると、この問題とこの問題とこの問題は無理に解く必要がない。とか、そういうことがわかるんですね。こういうのをね、考えることができたらどうなるかっていうと、自分のレベルを大幅に超えた超難問に、アタックしたり、あるいは逆に苦手分野、どうしても治らない苦手分野、これを克服する必要を、場合によってはですけれど、しなくて済むんですよ。試験の上に立つということで、1メートルのハードルをちょうど1メートル、ギリギリのところで、飛び越えることができると。すなわち、逆にね、勝負、つまり、目の前の問題を解こうとする。時によってはね、合格するには1メートルのハードルでいいのに、2メートルを飛び越える、そういう練習をする必要があるんですね。となると、逆に1メートルさえ、人によっては、飛び越えられなくなってしまうと。そういう恐れがあるんですね。で、そういう無駄な努力、これがなくなるんです。で、具体的にどうしたか。僕が、10回目の英検1級2次試験で受かるためにどうしたかっていうと、ノート。これを書きました。ノートって言っても、ノートブックじゃありません。オンラインでね、文章を、無料あるいは有料で公開できるサービスなんですけれど、9回目のね、二次試験で落ちた時に、その日にですね、英検1級の勉強法、英検1級の合格法、このノート、これを書き始めました。もちろん下書きです。公表は当時はしていませんでした。つまりね、落ちた、その日に、こうすれば二次試験に受かります。っていうことを書いたんですよ。もちろん下書きです。ただ、合格した後、500円で売りました。これをするとどうなったか。これをすると、内容が整理されるんですよね。例えば何かの勉強法をおすすめするとして、なぜこの勉強法がおすすめされるかっていうのを、何らか理屈を書く必要があるんですね。そうでないと売れないから。で、例えばなんだけど、僕スピーキングの練習として、オンライン英会話っていうのを活用し始めました。これは、そこには、ノートには2つ理由書きました。1つは、発音の矯正。これは自分ではできないんですね。で、これ自分の経験として、L と R。これが混同してたっていうのを指摘されました。で、もう一つ、リスニング力が上がるんですね。これ多分、あんまりね、スピーキングをお勧めしている人もあんま書いてません。要は、スピーキングって自分が話すだけじゃないんですよ。英会話だから、相手の話も聞く必要があると。それによってね、で、相手の話を聞いて、で、それに、返答しなければいけない。だから、より、集中力が上がるというか、より聞こうとする。ですよ。それとね、もう一つ、要は、落ちて、勉強している途中じゃないですか。だから、実際に勉強をしながら書くんですよ。その勉強法を。となると、臨場感というかね、その当時の自分ができる方法、これを確立することができると。例えば、別の方がね、英作文のテーマ集みたいなのを、30回電車で読んだと、そうツイートされてたんですけれど、これね、教える立場に立つと、ちょっと、どうしても恥ずかしさがあってできないと。そういう人がいるだろうなと。と考えるわけです。だとすると、こういった勉強法って除外できるんですね。で、先ほど言いました、その勉強法がなぜいいのかっていうのを理屈書いてるんですよ。そうすることで、簡単にやめれないんですね。例えば、4月は〇〇をやるみたいなだけ書くと、人間ってやっぱり言い訳の達人ですから、すぐ言い訳して、いや、これがあるから無理、みたいな、やめてしまうんですね。ノートに書くとね、生地、ちょっと理屈を書いているから、簡単に、やめられなくなるんですよ。結果論ではあるんですけれども、少なくともね、僕自身は、落ちている時に、ノートを書くっていうのをね、納得いっています。で、試験の上に立つっていうのは、抽象的じゃないですか。だからこそいいんですよ。で、つまりね、具体的にどうやればいいかっていうのは皆さんが考える。で、その一つの具体例として、こうやれば受かりますっていうのを、事前に書く。勉強中に書いておく。あるいは勉強法の本を書くっていうことを想定するとね、うまくいくんじゃないかと僕は思っています。今回はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。バイバイ。